ちょっと、ちょっと、そこの、竹海、おい竹海、ちょっと、もうそろそろ何やってんすか。何って、バイトだよ、ちょっとほら大変なの。あ、吸血入っちゃってるじゃないですか。入ってます、吸血入ってます。入っちゃってんだよな。お前、誰かほら保健の先生とか知らない。ちょ、呼んでくれ、呼んでくれ、早く。どうもすいません、お待たせしました。保健体育の津田です。 バイトの方ですね。そうなんですよ。あ、これですか。結構入っちゃってます。これ、なんか練習中。そうなんですよ。どのくらい時間経ってますかね。まだでもそんな経ってないんで。あ、そうですか。大丈夫ですか。大丈夫。ちょっと待って。だいぶ基盤取りやすくなってきてんな。弱ってきてんだな、外。よし、これ、このまま一気に引き抜いちゃおうか。よいしょ。 ちょっと待って、ああ、これ、逆さ飛びになってるな。これ、無理を引き抜くとちょっと後になっちゃうかもな。ちょっと、どうしようかな。ちょっと、なじってみるか。そうだな、なじってみよう。よし、顔だけ取っちゃおうか。よいしょ。おい、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 お前、なんだ、その体、恥ずかしい野郎だな。なんですか、あなた。なんですかじゃねえ、お前、なんでこんな二等身なんだよ。そんな。 恥ずかしいぞ、お前。え、お前、よく今まで生きてこれたな、お前、こんな体でよ。なんで、なんで、恥ずかしいやろうだな。全然恥ずかしくないですよ。あ?え?なんだ、おい。恥ずかしくないですよ。なんだ、お前、何口答えしてんだ、この野郎。恥ずかしいから恥ずかしいって言ってんだろ、お前。なんでそんなこと言うんですか?お前、それになんでこんなぬるぬるなんだよ、お前。こんなぬるぬる達者がって、お前、だいたい自己管理がなってねえんだよ、お前は。そんなことがない。お前、 こんな締まりがねえから、お前、こうやって、お前、子供の脇の下にひっついたりすんだよ。いいじゃないですか、別に。お前、なんで子供なんだよ。え?お前、ひょっとして、ロリコンじゃねえの?ロリコン違います、違います、違いますよ。お前、なんか幼少期になんかあっただろ、絶対。お前、ちっちゃい頃、お前、なんかおっさんかなんかにいたずらされたんだろ。そんなことないですよ。だから、お前、子供しか愛せなくなっちゃったんだろ。いや、そんなことないです。お前、その自分が子供の頃から成長してねえんじゃねえのか、お前。おっさんになってもよ。お前、40になっても、お前、心の中は少年とか思ってんじゃねえのか、お前。殺すぞ、この野郎。何のことですか?この。 お前、パンパンに取ったはら。いや、押すぞ、押すぞ、お前、この腹。押すぞ、お前、この腹。押すぞ、お前、この腹。押すって、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 押すぞ、お
これ、こんな、なんだこれ、これ、なんか白いの出てきたわ。なんだこれ、お前。この白いのよ。なんだこれ、それ。なんだこれ。なんだこれ、お前。これ、印鑑じゃねえか、これ。なあ、いや、もう、ハンコじゃねえか、お前。ハンコじゃねえか、お前。なんだ、ハンコ、こんなとこ入ってんだよ、お前。だって、なんだそれ。 お前バカだ、お前こんなとこにハンコ入れて。恥ずかしいな、お前。お前このハンコついちゃうぞ。いやいやいや、もう、すいません。なんかあの、髪かなんか。あ、いや、もう、いや、いや、これでいいですか。あ、すいません。そう、あ、いや、ほら、山田。山田。山田ってお前、山田かよ、お前。 恥ずかしちゃお前、吸血とか言ってて、お前本名山田じゃねえかよ。なんだそれ、お前。まあいいじゃないですか。よくねえ、お前なあ、山田。おい山田、山田。はい、山田です。お、すげえ。 多分もう大丈夫だと思う。